ちょうどですね、アウェイの遠征に移動する途中で地震が発生しました。かなり大きな揺れだったので、仙台空港が津波で被害に遭っているところとか宮城県の状況を把握しながら移動したというのがあの当時でしたね、はい、自分の町があの津波の被害だったり、まあ、いろんなところで沿岸部火災があったりとか、そういう中でいつ戻れるか分かんないっていう不安がその日はずっとあったのを覚えてますし、バスケ部の練習が2時45分から始まる予定だったんですけど、その始まった1分後に揺れが始まって、自分たちが避難した後にもう体育館の窓が割れたりとか、自分がいた場所に電気が落ちてきたりとか、ちょうど体育の授業が終わって、でみんなで着替えてた時に、あ、地震だってなって、もう揺れがすごくて、いきなり体育館がギシ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 ってなって怖かったですね。まあ、停電してたんで、後々その情報が入った時にこれは本当にヤバいことになったので、沿岸の方が被害に遭ってるっていう情報が入って、すごい不安な気持ちになりました。ちょうどこの仮面アリーナの電気が全部落ちてたみたいで、上が剥がれたりとか建物の破損ということで、まあ、しばらく活動はできないっていう状況にはなったので、津波の被害に遭った名取という場所に行ったんですけど、まだその土砂とか津波のいろんなものがある中で、 2,3 キロ海から離れてるところに船がまだあったりとか、そういう光景を見て、その当時はいつこの町でもう一度バスケットできるかっていうのは考えられなかったなっていう感じですね、はい。夕方のニュースで、当時中村社長が活動休止します、でチームも存続できないかもしれないっていうことを、まあ、おっしゃっていた時に、まあ、正直すごいショックで悲しかったんですけど、とにかくなくさないっていう思いだけは強く感じます。まあ、多くの方がライナーズを残したいっていうことで、僕は仙台宮城生まれなので、まあ、この町のためで、まあ、その復興に向かうですねチームと共に戦おうっていう気持ちで、それも自分の使命だなと思いました。再開できる、復活できるってなってすごく嬉しかったですし、あともうひたすら感謝の気持ちでいっぱいでしたね、はい。まあ、早いなって思う気持ちもあれば、鮮明に覚えてますんで、まだ10年しか経ってないんだって思いもありますね。時間とともに少し風化してきてるかなと感じるので、実際目の当たりにした光景って本当に悲惨なものだったので、復興を進めていかなきゃいけないなってのは感じています。まだまだ自分たちができることってあると思うし、やり続けなきゃいけないことってあると思うし、行動をしていかなきゃいけないなっていうのは、はい、改めて感じますね。まあ、10年が経つとですね、その当時のことを思い返す時間っていうのは非常に短くなってきて、天災なので起こる可能性はゼロではないので、我々経験者がしっかり伝えていくってことが大事かなとは今思ってます。東日本大震災から10年という月が流れて、まあ、震災当時ものすごい多くの人たちが悲しみに暮れて、まあ、辛い思いをした人がたくさんいました。おそらく今もまだまだ辛い思いをしている方がいらっしゃると思ってます。 B リーグとして何ができるのかなと考えた時に、まあ、その時の教訓を忘れることがないようにハンズアッププロジェクトを立ち上げました。防災とバスケの動作を掛け合わせたディフェンスアクションというものを開発して、子どもたちに災害に対する備え、どう行動すればよいのかというようなことをバスケを通じて楽しくこう学んでいただくために作ったプログラムとなっています。バスケットボールを通じて言うと、助け合い、一人で生きるよりもみんなで生きていく方が強くいられるのかなってのは人間として思います。チームスポーツの醍醐味として、困っているのを助けられる、余裕がある人は本当に困っている人をどんどん助けてあげてほしいなっていう、やっぱり一人がみんなのために何ができるか、みんなが一人のために何ができるか、それはバスケットと関係してくるところではないかなと。自分ができると思ったことを、助けたいと思ったことを行動に移してやれることからやるっていう、
もう最後の最後まで諦めないプレーを見せることが皆さんにとって勇気を与えることだと思ってるので、僕は今岩手から離れてますけど、岩手の皆さんに元気だったり勇気を与えるようにやっていきたいなと考えています。まあ、困難の時こそみんなで手を取り合って協力して前に進んでいくことがすごく大事だと思います。まあ、バスケットを通じて助け合ってお互いに力を合わせて、まあ、これからもまだまだ大変な思いをされている方とか地域があると思うので、そういうのを一緒に乗り越えていければなというふうに思ってます。一貫して忘れないでほしいっていうところを伝えています。この3月11日だけでも東日本で起きた大震災ってことを忘れずにですね、防災の意識を高めるきっかけになってほしいですし、本当に全員がですね手を取り合って復興に向かっている姿っていうのを、やはりその象徴としてスポーツがですね輝ける、そんなようにしていきたいなと思ってます。